皆さん、はじめまして、ちかと申します。これまでの動画のナレーション部分では何度か登場させていただいたことはあるんですけれども、こうしてカメラの前でお話しするのは初めてということで、簡単にご挨拶をさせていただきたいと思います。本名はちかなんですが、YouTube チャンネルをこう開設するにあたって、何かいいニックネームないのかなってこう考えてた時に、これって二文字の名前の方あるあるなんですかね。こう学生時代の頃からこう思い返してみても、これといったあだ名がなかったんですよ。でそんな時に上司に、こう私にあだ名をつけるとしたら、こうなんてつけられますかっていうような質問をしたら、こうチカですっていうようなご回答をいただいたので、それはいいと思って、チカにしようっていう流れで、はい、チカになりました。はい、今後もカメラの前にこう登場させていただく機会がちょくちょくあるかなと思うので、ぜひ今後ともどうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、今回の動画では20万円の初期投資で始められるビジネスとして、ラバー転写 T シャツとレターカットステッカーのアプリケーションを弊社の、デスクトップカッターですね、これくらいですかねの小型のカッティングプロッター CG60AR を使用して、作成する方法をご紹介したいと思います。でもその前にですね、まずカッティングプロッターがないと話にならないので、まずはカッティングプロッターの購入から、シート素材の購入、そして、データの作成準備、データの準備までを、今回の動画で、ご紹介させていただけたらなと思っております。はい、それでは最後まで楽しんでご覧ください。どうぞ。はい、それでは CG60AR の価格を調べてみましょう。ありましたね。Amazon にありましたね。送料込みの約15万円ですね。こちらを購入しておきます。必要なソフトとカッター刃もついているので、レターカットのアプリケーションはこの CG60AR があれば始められます。それでは注文確定します。続いてシート材料の購入をしていきます。レターカットはカラーバイナルと呼ばれる色付き塩ビシートが使用でき、インターネットで手軽に購入することができます。車のボディや窓、店舗のガラスなど太陽光の当たるものには屋外使用が推奨されている 3M、エイブリー、オラフォルといった海外主要ブランドのシートを使用するか、お近くの塩ビシート取扱店へお問い合わせください。またレターカットの場合ですと、アプリケーションシートと呼ばれる転写シートも必要になります。シートと同じメーカーの材料が推奨されていますが、コストを抑えたい場合はリタックという再利用可能なアプリケーションシートもございます。それではカッティングプロッターとシート素材が届くのに数日かかるので、カットしたいデータの準備をしていこうと思います。追加費用がいらない Windows 標準ソフトでの出力にも対応していますが、今回は業界標準の Adobe Illustrator と付属のプラグインソフト FineCut9 をセットアップしていきます。みまき FineCut ダウンロードと検索をして、最新バージョンをダウンロードしていきます。その後ダウンロードしたファイルからインストールを行い、ファインカットの準備は OK です。
それでは早速イラストレーターを開いてカットしたいデータを作成していきます。まずはテキストで 111×111 は 12321 と入力をして文字の大きさを変更していきます。カス取りがしやすいようにちょっと太めの文字に変更していきます。大きさを変更したら文字のスペースを調整していきます。いい感じに整えたらこちらのファイルを EPS で保存をしていきます。はい、それではアルファベットのデータを作成していきます。こちらもテキストでアルファベットを入力していきます。今回は C the good と入力をしました。こちらもカス取りがしやすいようになるべく太めのフォントにしていきます。もちろんこのままでも大丈夫なんですが、今回はよりステッカーっぽく仕上げたかったので一旦文字をバラバラにして大きさを変えて位置を調整していきます。こんな感じですかね。若干 H と E のスペースが大きく感じたのでちょっと縮めて、こんな感じですね。こちらも数字のデータと同様 EPS で保存をすればカットデータの準備は OK です。皆さんいかがでしたでしょうか。次回の動画では今回作成したデータを実際にプロッターでカッティングしてステッカーを作成していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。では次の動画でお会いいたしましょう。